初めてスティーブ・ジョブズのミーティングに出席したんですけど、いきなりですね、前に座ってた人間見て、ノートなんか取る奴はこの会社にいらないんだって言い出して、その場にいた人間はみんな凍りつくわけですよね。ああとにかく我々は議論して最高のものを生み出すためにいるんだと。そこでその議論に参加せずに、ただ聞いてなんかメモ取ってと。そんなのは貢献ができない人たちがやることだと。それはまあ会議もそうですし、プレゼンをする人に対しても響くものない。 って感じたたらららばもももううスティーブブジョブズははそののまま黙ってててて部部屋屋外出出くかかかああるいはあなたもういいいななえと普通だったらこの人こんなこと言ったら傷つくとまずいかなとかって考えるんですけど、はい、スティーブ・ジョブズのプライオリティはとにかく最高のものを作る極限まで洗練さを磨いていくというところにあるので、人がその気を悪くするだとかっていうのは全然関係ないですし、みんなの時間を無駄にしたくない。自分の時間もそうです。